シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よっきょの件は面白い情報あったから紹介していくってやつぜ。さあ、いつも通りをちょっとスケジュールを確認してたら、なんかよ、ちょっとこれ見て、どういうことこれ。この30日に、これ見といてよ。あ、これちょっと、これ伊達政宗が、これ0時から2時って、やっぱりちょっと変な時間に降臨させ始めたら、まあ朝よりはこっちが嬉しいんだけど、この、まあ見ていくと、なんとよ、30日の、この9時以降が、何もないのよ。また来たね。だいたいこれ出すときってなんかあるから、いつも。まあ、これちょっとすごいワクワクしてんだけど、これ何が来んのかな、これ。で、次の日も見てみると、これ一応ね、11時から16時は空いてんだけど、まあ、これはまあ関係ないだろう。で、これ、まあ、いつも通りよ。まあ、新イベだろうと思って、ちょっとガチャのね、この時間を見てみたら、ほら、5月30日、ほら、同じ日で、11時59分で、ああ、やっぱり、もう、ただの新イベかよ、と。まあ、ただの新イベかと思って、もう一回戻って、一応よ、31日見てみたら、これ見て、これ12時の時何もない。あれ？何もないぞ。今まで。終わるんだったら3匹同時に降臨するのに、さらによ、これ、9時から、マスターチーフ、ばあちゃんが、堂々と来てんのよ。まさかばあちゃん、新イベント終わった後もまた出てきてるのかもしれないけども、このパワー！ユーハもいるから、しっかりとよ、新イベントは続いてんのよ。あ、ということは、ゼホーの時と同じように、ま、終わっても2日か1日ぐらいは、新しいやつ始まらずにやってくるから、あ、まあ、それも考えられると。ということは、これ何なのと、この3時間。2時間とかだったら、まあ、新しい超絶や、ほら、豪絶とか考えられるんだけど、3時間空いてるということは、まあ、特別なクエストを考えられるわけね。その中で一つ目、まあ、思い浮かぶのが、まあ、これ絶対ないよ。絶対ないんだけど、まあ、見て前日に、レクイエムが来てるから、もしかしてこれ、もしかしてよ、もしかして、さらにモンストの日ということも含めると、新超究極説。これはさすがにないよな。だってよ、前回の伊達政宗、前回の新アマテラスから新伊達政宗までに、まあ、5ヶ月か6ヶ月半年ぐらいかかってて、ようやくよ、この難しい難易度をドンって出してきてんだから、これ伊達政宗レベルがまたこのピョンと出てきたらさすがによ、もう今伊達政宗でみんな苦労してるのに、いろんな意味でちょっと炎上する可能性があるから、これはないよね。で、まあ、このレクイエムが次に刺さる可能性、まあ、豪絶が刺さってるからずっと、次も刺さると考えて、このレクイエムも見ていくと、まあ、ダメージウォールと16バリアに対応して貫通タイプのモンスターを見てみると、まあ、若干、この新シリーズの中で考えてみると広いから、範囲が。まあ、これは違うだろうと。そして、こいつらちょっと揃えるのなかなか大変だな。まあ、ないでしょうと。次何が刺さるんだろうな、これ貴族性に対して。モラルとシュリンガー、まだシュリンガーラの方が結構刺さりやすいか。このアビリティのモンスターで作るのなかなか難しいよな。まあ結構楽しいんだけど。もうさあ、で、一応よ、まあ、去年の1年間を振り返って見ていってたら、こんなのがあったのよ。特別クエスト。アントニオ猪木降臨。いや、これよ。あ、これだわ。と。このモンストの日限定で来る、この特殊なイベント。これを今年もしっかり導入していこうとしてるんじゃないかと。まあこれモンストの日がまあ実装されてから、まあ盛り上げようと思ってやった企画なんだと思うけど、こういうタイプもなかったよな、あれから。頻繁に来るかと思ったら、まあ超究極が来て。で、まあ、これがよ、去年、モンストの日に24時間降臨して、まあイラスト違いもあり、なかなかよ、凝ったイベントで、性能も良かったよね。なんか使わなかったけど、あんまり。で、その時、俺がプロメアコラボで太陽に出たガロを使って、なんか運曲にしてた、思い出があるわ。ガロマジで、あれ一個、なんだっけな、ニルバーナ回かなで使ったのかな。もうそれ以来、ほんと使ってないから、ガロそろそろ適正来てほしいんだけど。で、じゃあよ、この特別クエスト、今年だった場合、これが可能性あるんだな、3時間だし。これ24時間降臨してんな、これ。アントニオ猪木の場合は。これ24時間だけども、何が来るのか、考えられるのか、というのを、まあ、考えていくと、今よ、不自然に始まったイベントあるじゃねえか。これなんじゃない？
ゴーデツクリア戦隊モンストスンジャー、このなんかシリーズ、このシリーズ、このイベントキャンペーンのやつがもしかしたら来るんじゃないかと。で、これちょっとなんかみんなこれ出っ歯に見えるな、これすげえ出っ歯なんだけど、まあそんなことでもいいんだけど、まあこれ結構突然始まって、まあイベントとしては結構面白いんだけど、モンストのその強烈を勝った人が強烈を勝てない人をサポートしていくというキャンペーンで、まあ、最近のモンストは、最近とかも本当最近のモンストはこの強烈と近畿の高難易度にちょっと注目し始めてるというのがあるんだけど、まあ、ちょっとこの公式サイト見ていこうじゃねえか。で、この公式サイトを確認していくと、これね、見て、このカミングスーンっていうのがあるのよ。まあ、見ていくんだけど、モンストのスンジャー、メンバー紹介、性格、好奇心旺盛で食いしん坊、得意なクエストビーラー、あ、そう、ほんのタイプだけビーラーなんだ、これは。好きなキャラ、エクスカリバー。ビーラーでエクスカリバー、使えるわ。で、ブルースンジャー、もういいよ、もういいや、もう行こう。これほら見て。特別ミッションでミラクルミンゲットと、これやったね、ゴールドチャレンジ奨励金プレゼントで、なんか抽選かな、これは。で、ゴールド2知恵袋でサポートアイテム、まだやってないけど、これ結構評判ね、このゴールド2知恵袋。で、次、カミングスーンと、これがまあ単純に何かもらえる企画ならよ、全然よ、カミングスーンにする人ねえじゃねえか。で、見ていくとよ、こっち、このカミングスーンが、5月28日公開と、この30日の2日前、モンストのニュースのあたり、だから、まあ、十分、考えられるね、これは。何かあるんじゃないかと、この3時間に関わってくるんじゃないかと、いうわけね。まあだから、さらによ、このモンストスンジャー怪しいのが、去年の限定モンスターの発表の方法をちょっと振り返ってみると、この限定モンスターって、普通にまあ限定モンストニュースで来ましたよ、ぴょーっていうのじゃなくて、なんかイベントと絡めてきてんのね。モンストサスペンス劇場ってあったし、あとほら、ツタンカーメンもよくわからんぬるとかもあったじゃないか。ああいう系で発表をするのがちょっと流行ってるという状況だから、まあ、今年もよ、この、モンストスンジャーの、まあ、戦隊ものに絡めた、限定来るんじゃないかと。まあ、むしろもうこの3人がセットで来る可能性もあるよね。まあ、出っ歯みたいなのとかあんま嬉しくないけども。まあ、こういう感じで来る可能性があるのと、プラスで俺的には、もしかして、コラボを関係してんじゃないかと。で、今考えてみたのよ。この、戦隊ものでコラボするんだったら、まあ普通になんとかレンジャーとかあるけど、あそことコラボするのは、まあない。仮面ライダーも違うか、コラボ。で、もう、単純に、まあヒーローを、俺思い浮かべてみたのよ。もうコラボするヒーロー、あるじゃねえかと。めちゃくちゃいいのが2つあったと。で、これね、見てもらうんだけど、もうこれだわね。ヒロアカとアンパンマン。フラパー！フラパ前に、ヒロアカとかアンパンマンレベルのでかい作品と、まあ、コラボしてしまうと、やっぱり、フラパで発表されるコラボが、霞むのよ。まあ、ヒロアカって、まあ、最近というか、まあ、ジャンプです。大人気の漫画じゃねえか。で、プラスアンパンマンっていうのは、もうものすごい昔からあって、もう世代、すごく広いっていうか、もうみんな通る道じゃねえか、アンパンマンって。だから、かなりでかい作品になってくるから、まあ、コラボ、これフラパ前で来るかな。それか、むしろフラパまで引っ張って、フラパで、まあ、ヒロアカコラボとか、アンパンマンコラボっていう可能性が、まあ、十分考えられると。で、ちょっとよ、前回の動画でも言ったんだけど、まだほら、あんまり伝わってない人いるかもしれないから、一応言うんだけども、この見て、このアンパンマンの映画が、5月13日発表あったんだけど、まあ、6月26日金曜日公開予定しておりました、このアンパンマンの映画が、まあ、ふわふわふわりがね、延期になったと、公開延期。まあ、でもこれで、アンパンマンコラボが、まあ、ちょっとよ、なくなった可能性があるかなと、まあ、噂になってないけどもね。俺の中になってんだけど、勝手に。まあ、全然そんなことはないと。アンパンマンじゃなくて、あと、エヴァコラボも、公開延期になったのに、まあ、しっかりコラボしたから。まあ、この、今の、ほら、状況になる前に、しっかり、まあ、打ち合わせしとくよね。その、アンパンマンも、まあ、この渦になる前に、やってたら、十分、あるから。まあ、考えられるから。ね。そこは、安心してくるというわけよ。さあ、よかったら、おめらのコメントを待ってるぜ。次の回で会おうぜ。あばよ。いいからそこに並べ。
俺が野球をしてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。夜勤って仕方ねえ。